ボールと同じようなところのボールでしたけどね。ああそうですか。ちょっと力みなんでしょうかね、これが。タイミング合ってないですよ。タイミング合ってない、はい、まあ、ガッツキから来るタイミングに来るじゃないですか。そうですか。やっぱりそこに非常にメンタルな要素が出てるようなタイミングの狂いなんでしょうか。ツーアウトランナーが一塁でパウエル登場です。パウエルであるとこう言っておりました。今日は第1打席でヒットを打ちました。1打数の1安打3割2分3厘です。実はパウエルにはもう一つ大きな目標があるんです。リーディングヒッターです。現在江藤がトップ、そしてどうも前田がスタメンという形になっているみたいですよ。そうですよ、あのパウエルの、ね、ヒットでね、おそらく江藤はね、抜かれましたから、はいはい、あのピンチヒッターが何かで出てると思います。あそうですか、そうですか。またそういう情報も入りましたら試合がちょっと追い、パウエル、今の鈴木さん、本来の斉藤のピッチングじゃありませんか。まだまだですね、これね。ツーアウトです。ランナーが一塁です。相変わらずの大歓声、3万5000です。名古屋球場、ルーナスイング。久しぶりに先日の神宮球場ではいいピッチングを見せました、この斉藤です。ただし後半の斉藤というのはこれ本来のピッチングではありません。リリーフに回った人を打たれたという試合は2試合ぐらいありますから、ね、ありましたね、はい、これは三振です。あ斉藤小さく 21.8 度、湿度が 58%、 風は北の風2メートルです。現在決まりました。先ほどヒットを打っております元木からです。鈴木さん、今中の方もですね、このスコアブックを除く限りですね、はい、どうもピリッとしてませんね。そうですね、ただ表情には現れません、このマウンド上の今中です。2エンド1からです。速い球、141%でありますが13勝目をマークしております。今シーズンは一度左肩を痛めて登録抹消されたことがあります。風がなく蒸し暑い状態になってきました名古屋球場です。これはもう熱気という感じもいたします。バットが折れた、元木セカンドゴロです。小森ワンアウトです。まあ今3回終わって4回のワンアウトですけどね、もうかなり疲れてると思いますよ。あそうですか、はい、あの球数はそんなんでもないでしょうけどね、低なんですけどもね、はい、ちょっと多いですね、はい、やっぱりこれは鈴木さん精神的な、センターバック、センターバック向こうに倒れた、ホームラン、村上15号のホームラン、宇宙間に飛んでいきました。村田のホームランです。珍しく村田の宇宙間のホームラン、2点差になりました。さんいかがですか、このバッティングは。素晴らしいですね。もうあの1回体前出 出てたんですけどね、もう1回戻ってね、はい、打ちましたね、はい、止まっております村田。リードの面でも随分言われましたが、右中間のホームランで4点目。ツーアウトランナーなし、1番の戻ります。後藤サウスポーから11本のホームラン、今中からも1本ホームランを打っております。この田塚さん、後藤の評価っていうのも、まあ、そんなことを言ってる場合じゃないんですけれども、2アウトでランナーありません。まあ、ジャイアンツの鈴木さんに投手のやりくり考えますと、この2点差なんかじゃ決着つかないような試合状況になってますね、はい、それはもうそんな気持ちでいたらとんでもないことになっちゃいますよ。とんでもないことですね、はい、そうですね。ベンチの前で今マッカロのピッチング開始と同時に岡崎も始めております。レフト側のスタンドが沸いてます。ライト側は沈黙。
点差になりました。満面笑みの長嶋監督です。鈴木さん、はい、今どんな球だったんですか。いや、まっすぐだったですね。まっすぐですか、はい、あ、これ今がノックアウトですもんね、形を。ですね、5対2と。